ラスパミタケのエレベーターラスパ内にあるザダイソーラスパミタケは岐阜県カニ郡三丈町に所在するユニーが管理運営するミニモール型ショッピングセンターである各店舗はアピタミタケ店2006年8月に倒産した老舗タイルメーカーフフタミセラミック本社工場の跡地をユニーが同年12月に土地取得し2007年夏から河野池組によって 建設がなされた。三宅町の生誕に所在し、カニ市と隣接する。そのため三宅町の中心部より、カニ市の中心部に近く、最寄りの交通機関もカニ市内の駅である。ラスパとは、フランス語の、ラフィネ、スリール、パークの造語で、笑顔の人が集まる特別な場所を意味する。出店当初は、SC のキーワードを、ちょっといいね、ちょうどいいねとしていた。 指導を隔てて、ショッピングセンターの各となる A ゾーンと B ゾーンの二つのゾーンで構成される。A ゾーンは L 字型の建物で鉄骨作り三階建てとなっている。中央南側には飲食店があり、フードコートにはテラス席も用意されている。大型テナントは北側にあり、サービス系テナントは大型テナントの南側、医療品、雑貨店は 中央北側におおむね位置する。商業施設以外では、ラスパホール、屋外デッキ、ーランドなどが設置されている。B ゾーンは2棟の鉄骨作り平屋建てがあり、ドコモショップとヒマラヤスポーツゴルフの2店が入居している。2020年度から実施されている、ユニーの新戦略、ニューアピタピアゴ構想に基づき、同店において、 初の大規模リニューアルを実施し、同年12月11日に再オープンしている。リニューアルに対し、アピタ三丈け店のストアコンセプトを、個典経営を導入し、お客様のニーズに応えることを徹底的に追求。ユニーの、良品質商品を従来よりも低価格で提供する、廉価良品に基づいた、価格戦略で、地域ナンバーワンの店舗を目指すとしている。 2010年10月より、カニコミュニティバス金山線が、ダスパ三丈に乗り入れるようになった。三丈町コミュニティバスも乗り入れており、両社の停留所は、同じ場所にある。なお、ダスパ三丈に乗り入れたことで、三丈町内に初めてサツキバスの停留所ができた。八をバス、東三東停留所より徒歩で、約20分。鉄道駅は、徒歩圏内にない。 名鉄広見線明智駅から徒歩で約25分。新谷駅、または JR 大田線加二駅から徒歩で約30分。2013年夏、6年ぶりのラスパとして、ラスパ大田川とラスパ白山の両出店が発表されている。どちらも2015年春に開業しており、各店舗は直営食料品スーパーのピアゴに、ラスパ大田川の各店舗は、 目がドンキホーテウニに転換となっている。アピタ見たけ店に関するカテゴリー、ありがとうございます。